歯医者が苦手なあなたでもきっと好きになる。はい、好きになりますよ。東海ラジオ版大口博歯科クリニック放送局です。はい、今日の質問はですね、名古屋市のくまさんから質問をいただきました。はい、はい、インプラントと差し歯の違い、またブリッジや入れ歯の違いについていろいろ教えてくださいという、はい、お話でしたけども、はい、今日もお話ししていただきますのは、骨をドリルで削り取らない、痩せた骨でも対応できる大口式インプラントの考案者、岐阜駅前の大口博歯歯科クリニック理事長の大口博歯先生です。はい、先生、今日もお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、先生、まずね、今日はなんと新メンバーが、はい、はい、入しましたね。こちら。あ、すごいね。すごい細かい作業でね、動いてますね。すごいね。これ名前なんだよね。名前ですか。うん、リトル、はい、小さいでしょ。小さい、はい、ジャーマープロ。ジャーマープロ、うん、プロですね。うん、これね、もうほとんどね、うん、もう買えない。あ、そうなんですか。うん、何年か前はね、もうね、デパートとかそこのにね、売られたんだよ。だもうね、全然ね、もう一般には買えなくなっちゃってね。レアものです、ね。レアものなんですよ。これ、うん、揃えるの先生大変じゃないですか。そうだな、これね、日本の技術でね、うん、作ってんだよ。なかなか大したもん。全部ね、自分の曲の時には、うん、ギターの場合はギター弾くし、うん、ね、ピアノはピアノの時にピアノ動かすし、本当ですね、サックスとかトランペットとかね、ベースギターとかね、ドラムね、それぞれのね、音の時に動いてるんだよ。ね、飾りだけじゃないですもんね。ちゃんと動きがありますからね。これね、あの長浜のね、はい、ある喫茶店行ったらね、はいはいはい、そこの喫茶店のね、あの道に面したところに、はいはい、同じバンドがあったのね。おー、で、その、あのマスターに、うん、これどうやって手に入れるのって聞いたら、うんうん、昔はね、うん、これそんな高くなかったんだよね。そう、数万円ぐらいで買えたんだけど、もう今10万でも買えないんじゃないですかって言われたので、急に欲しくなっちゃってそう言われるとね、余計にインターネットでね。あ、はい、まあ、本題に戻りましょう。はいはい、はい、まず先生、今日はですね、うんうん、インプラントと差し歯の違いについて、うん、はい、はい、そうですね、インプラントと差し歯の違いというのは、はい、もう一回、はい、今日は、はい、先生、はい、今日はですね、インプラントと差し歯の違いについて先生にお話をお伺いしたいと思います。うん、そうですね、はい、インプラントと差し歯とどう違うかというと、はい、差し歯は場合はね、はい、まあ、歯があるんだよ。ああ、歯が、はい、ある、あるんだよ。で、根っこだけあったり、根っこだけ、はい、あるいは根の治療した後に、うん、なんていうかな、心棒を立てて根っこに、自分の根っこにね、それでかぶせ物をするのが差し歯。差し歯。で、昔学生時代にね、はい、あの大学でね、うん、私の同級生がね、うん、ベロをね、うん、だ出すんだよな。で、なんかベロの先に、はい、くっついてんだよ、長頭が。長頭が、ほうほう、なんだろうってよく見たら、うん、その差し歯なんだよね。差し歯をプラッと外してね、くっとまた戻してね、やってたんだよ。あ、自分でこう取り外しよう。そう、取り外してんだよ。で、本当はそうじゃないんだよな。あの、セメントでくっつけちゃうからね。そうですね。でも彼の場合、多分そのセメントが外れて、あ、うってやるね。あ、あの、こういう突起が出たね、はいはい、こう缶がね、はい、ピュッと下の先にこうつくわけだね、こういう感じで。あー、そういうことですね。そうなんだよね。そんなこともあって、差し歯は、あくまで自分の猫があったところに、ね、あの差し棒と管が入ってる、はい、それは差し歯というんだね。うん、で、インプラントというのはまた別で、はい、あのインプラントというのは歯のない部分ね。歯のない部分ね。うん、そこの歯のない部分だけに、はい、歯の骨の中に穴を開けまして、はい、そしてそこに人工の根っこを植え込む。まあ、チタンが多いんだけど、チタンを埋め込んで、はい、そして土台を、はい、入れて、はい、それで被せるというわけですね。土台からは、まあ、うん、似たような形ということですか。そう、正解正解。そういうことなの。だから全然その差し歯とインプラントは、はい、あの使うところは違うよね。そうですね。うん、使う用途が違いますよね。まあそんなことでね、それはよく勘違いされる方が見えるので、そうですね、あのよく理解できるよね。はい、うん、まあ、大きな違いとしては、はい、自分の歯があるか、まあね、亡くなってしまった場合の処置というか、そうなんです、うん、そのような違いにはなってくるということですかね。そうで、まあ、差し歯の場合は自分の猫があるので、うんうん、できるだけその予防に努めたりね、まあ、もちろんインプラントもそうなんだけど、予防に努めてれば、まあ、長持ちするし、きちっとした治療を受ければね、それだけ長持ちするだろうしね。で、インプラントの場合もやっぱり同じで、うん、自分の猫がないので、はい、人工の
猫入れるわけだから、はいはい、やっぱり予防をね、うんうん、あのよりね、はい、多分差し歯より予防しなきゃいけないんですよね。あ、そういうことですね、うんうん、はい、まあ、そういうことで皆さん、治療はあくまで健康にするんではなくて、うん、はい、あのまあ修理ですの です、ね、あとねメインっては絶対いるよね、はい、修理した場合はね、いりますね、うん、だから治療終わったらもう終わりっていうことではなくてね、はい、やはりそこの歯科医院で、はい、アフターケアをきちっとね受けられたりですね、はい、せっかく治療を受けられたんであれば ね、 そ、 ね、それを長持ちするために、はい、始まりってことですね、始まりですよね、はい、まあそんなことで、ご理解いただけましたでしょうかはい、はい、先生ありがとうございました。はい、どうも、はい、こちらの放送は毎週月曜日、水曜日、金曜日の午前10時より YouTube にて配信しております。次回もまた違う内容で放送しますのでぜひご覧ください、はい、またこの放送で何度も紹介しておりますこちらオーラルジェルですね、はい、こちらなんですが当院へ足を運ばなくてもホームページやお電話にて購入していただくことが可能です。こちらのジェルにはですね、歯周病や虫歯予防に効果のあるよりすぐりの高品質な5つの生薬を配合しております。またですね、発泡剤や研磨剤、防腐剤一切入っておりませんので高齢者の方やお子様にもですね、おすすめしていただけます。お電話でのお申し込みはですね、フリーダイヤル 0120-640-896、 フリーダイヤル 0120-640-896、 覚え方はですね、フリーダイヤルの後に虫ゼロのハクル、もう一度言いますね、フリーダイヤルの後に虫ゼロのハクルまでお問い合わせください。またホームページはですね、www.oog-nice-teeth.net、 またはですね、インターネットで大口博士が勧めるオーラルジェルで検索してくださいね。先生、ぜひ皆さん使っていただけるといいですね。ある先生が、はい、歯周病で骨のなくなった患者さんに、はい、一生懸命ね、うん、あのもう1日に3度も4度も塗ってね、はいはい、塗ってよ、はい、塗ってやったところ、はい、歯周病で骨なくなったところが再生したっていうね、データが出たんだよ。そうですね、この間ね、あ、びっくりしちゃったね。そうですね、はい、よりだから歯磨きしたかった人もいいわけないね。そうですね、効果がね、効果出ますよ、多分ね、ね、歯周病の予防にも大変つながりますね、はい、いいかもしれませんね、はい、はい、じゃあ新たな豊かな人生のためにまずはお口の健康からですね。骨をドリルで削らない大口式インプラント法のほか、独自のホーム矯正法で対応しています。まずはお口の健康からですねの大口博歯科クリニック。